おはようございます。佐野一郎です。今日も沖縄空手運動で、元気な体を作りましょう。最近呼吸法のトレーニングをやってますね。こういうやつですね。手を動かしながら呼吸を行う、やってるんですが、前回はこれをしこ立ち、足腰の訓練も兼ねましょうということでしこ立ちでやりました。勘のいい方はお分かりです。今日は同じ要領で立ち方を変えましょう。今回使うのは前屈立ち。前屈立ちね、ちょっと見えやすいように下がります。足は肩幅ぐらいに開いた状態で、しっかり前後に開いてください。そして自分の前の足のつま先が見えなくなるまで膝を曲げた状態、この立ち方ですね。後ろ足は伸びてます。しっかりと膝を曲げる、この角度を変えない。背筋を伸ばす、丸めない、伸ばす。この立ち方、今日使ってやりますよ。左を前にしたり右を前にしたり、足を入れ替えながらやりましょう。まあどちらでもいいので、じゃあ足をしっかり引いて前屈立ちを作りましょう。ちゃんと前の膝曲がってますでしょうか。立ち方しっかりしてくださいね。この立ち方で体幹だったり足腰のトレーニングにもなってます。それに加えて呼吸を行いましょう。はい、行きます。今までと同じ呼吸法です。はい、吸って、はい、さらに吸います。吐く。吸って。はい、吸って。吸って。はい、後ろに下がりましょう。今度、今と逆の立ち方ですね。ただ立ち方は同じ前屈立ちのままですよ。この要領でいきましょう。私と合わせて一緒に行きますよ。引き続きゆっくり行きます。私どんどん後ろに下がっていくのでね、だんだん姿もちょっとちっちゃくなっていくと思うんですが、一緒にやってください。行きます。はい、じゃあまず構えて、はい、行きます。はい、吸って、吐く。吸って、吐く。はい、下がりますよ。この時に一回吐くといいですね。次吸いますよ。下がります。はい、吸って、さらに吸って、吐く。はい、下がります。はい、これは今ちょっと4回ね、片足2回ずつの4回で終わったんですが、体力がもしもっと余裕がありそうで、あとスペースがねもっと広いのであれば、もっとねあと2歩3歩でも下がりながらずっと継続できるかということをちょっとやってみてください。今回は足腰のトレーニング、前屈立ちを含めた呼吸法でした。ありがとうございました。